キュロットスカートキュロットスカートは、股下があって、半ズボンと同様の構造をした、女性用の衣類。本当の半ズボンと違い、裾に向かって広がった、ゆったりとした作りのため、一見、スカートに見える。また、前から見ると、巻きスカートのように見える大犬のがあって、後ろから見ると、半ズボンのようなスタイルのキュロットスカートを、ラップキュロットという。 キュロットスカート19世紀後半、ビクトリア時代にジョーバで女性が馬の背にまたがれるように考案されたスカートで、蝶ズボンのように左右に割られている形をしている。ジョーバ用スカートの意味もあったことから、キュロットを一般にスカートの一種に分類されることが多い。英語では複数型で、キュロッツという、1990年代前半に流行った。なお、 キュロットスカートの下に履くペティコートもタップパンツと呼ばれるハンズボン形状のものである。近年ではガウチョパンツが類似品として販売されるようになったが、ガウチョパンツは南米の草原地帯の牧畜に従事しているカウボーイが着ている裾が広がりゆったりとした7分丈のワイド系パンツをデザインとしたパンツスタイルであり、成り立ちやシルエットもキュロットスカートとは異なる。 大きく分けて、裾が長く広がって、通常のスカートに見えるものと、さらにギャザーやフレアーも入っていて、ギャザースカートやプリーツスカートに見えるものがある。なお、バミューダショーツ、ハーフパンツ、ショートパンツなどとの区別が曖昧であるが、裾の広がり具合で識別できる。裾が広がり、スカートのように見えるなら、キュロットスカートである。フランス語で言うキュロットは、 半ズボンとかトランクスで歴史的には16世紀後半にフランスに現れ17世紀から18世紀にかけて貴族の男子が着用していた太ももにぴったり合う半ズボンである。フランス革命の時貴族の象徴とされこれを着用しない平民を表すサンキュロットという言葉ができた。18世紀ヨーロッパで起こった戦争において制服として採用されることが多かった。 ありがとうございます。